新潟駅は、広島県呉市新潟本町2丁目にある、西日本旅客鉄道呉線の駅である。駅番号は、JRY18、三原駅管理の無地見駅。国鉄時代は、近くの新潟港から、瀬戸内海対岸の堀江駅までの航路である、ひとし堀航路の連絡駅だった。連絡線の廃止以降は、 松山への連絡機能は、阿賀港の最寄り駅である秋阿賀駅に譲ったが、呉、れ、松山フェリーも2009年6月限りで廃止された。1945年にアメリカ軍作成の構築地図。二型ステーションとご表記で確認できる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡していたが、老朽化に伴い2018年から2019年に、 かけて撤去工事が行われた。現在は、古戦橋撤去前にすでに、呉市が設置していた、改札外の人道橋を渡って連絡する形式となっている。自動改札機はないが、移行かは利用可能。IC カードは専用カードリーダーによる対応である。便所は、男女別の推薦式が設置されている。駅本屋は、三原方面行きホーム側にあるが、 クレ方面行きホーム側にも出入り口がある。自動券売機は駅本屋内とクレ方面行きホームに設置されている。本港では JR 西日本公式サイトの全域路線図に従い路線記号を、をラインカラーを表記しているが、当駅は広島シティネットワークエリア外のため、2016年3月のダイヤ改正時点の駅掲示時刻表においては、 アルファベットのないラインカラーシンボルが使われている。クレシュ統計書によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。新潟三橋。ありがとうございます。